今までお話ししたのは、まあ、よくいろんなところでもお話しする、まあ、一つの持ちネタって言うとあれですけどもなんですが、うん、最近その模造事業に関わっていろいろと考えさせられるって言いますか、まあ、こういうふうに模造の巡回展をして、まあ、ご質問とかいただいてる中でやっぱり自分の中でもこういろいろとこう迷いって言いますか揺らいでいるんですね心の中で。で、逆にそのまあ質問よく受けるんですけど今はその皆さんって言いますか今度こう展示をご覧になった人に、投げかけたいんですけどもそのこういうオリジナルではないものを作っていくっていうことについてのそのどうお考えなのかっていうのを本当に直接聞きたいなと。会場行ってよくこう後ろでこうご覧になっている方をこう、まあ、なんとなく後ろから聞き耳立ててますと、模造品をっていうのをこう分かった途端になんだ模造品か本物じゃないんだっていうのでちょっとがっかりした感じをまあまあそれは当然だと思うんですけどこれは本物だと思ってくると違うのかっていう我々もその、いろんな展覧会でこう見て最後にレプリカって書いてあると何や違うんかいなっていうふうになるんですが、それも正直なところだと思うんです。その模造品って言いますとやっぱり、贋作とか偽物とかレプリカあるいはコピーっていうような、そういうイメージが当然持たれます。で、そういうところと、まあ、区別したい我々が今、模造作りをしているところは、形だけではなくて、材料構造技法も同じものをこう求めて、それを持って作っていると。で、再現模造っていう言葉をあえて使って差別化をしております。で、かつては復元模造っていう言い方もしておりました。で、現在正倉以外のところでは復元模造っていう言葉の方が一般的だと思うんですが、まあ先ほど現物オリジナルの修理っていう話をしたんですがそこで、復元するっていう言葉を使います。修理をして元の姿に復する戻すっていう、その復元っていうところと模造っていうところでちょっとこう、混同するような言葉だなと前から思っておりましてでそこは変えたいということであえて再現、再び表す、まあ、再び作ると言いたいんですがリプロダクションですね、再造再現、うん、そういう意味合いを持たせて再現模造という言葉を使っておりますで、とはいえやっぱり、それ言葉だけでイメージ印象を変えられるわけではないっていうのはまあ承知しておるんですが、新しくできたものっていうものにじゃあ、意味はないのかな価値はないのかなと思っているんでいるっていうかいたんですがまあ沖縄で、去年2019年ですね、の10月に首里城が、炎上燃えるっていう事故が起こります。でその時にまあ私は奈良にいて、テレビ映像でしか知らないんですがまあその燃えてる状況を沖縄の方がご覧になって、若い方がまあ泣いておられるんでね。まあそれは
あるものが消えていくっていうのは非常に悲しいことで、その時に割と年配のお年寄りの方も涙しておられる姿が、テレビで取り上げられていたんですね。で、私としては若い方は多分人生の初めから首里城が立っていて、でそれがなくなるっていうのは非常にショッキングだろうと思っておったんですが、まあおじいおばあもそれを見て泣いてる。多分人生の途中で、できた建物がなくなっていくっていうのを見てもやっぱり悲しい。それはやっぱりその新しい古いっていうものでこの価値は決めれないんだなと、まあ、それが非常に印象に残っております。で、模造の話と関連付けると恐縮なんですが、そういう文化財っていうのは結局今生きてる人のためだけということもないんですが、まあ、今生きてる人のためにあって、で、まあ、それを後へ引き継いでいきたいという思いはあるんですが、その人たちが大事に思う心っていうのが非常に重要なのかなと。だから新しくっても価値は生まれるというふうに思います。で、もう一つ、まあ例に出してこう良いのかどうかはあるんですが、まあ、今首里城亡くなってしまったんですが、新たにもう一度再建しようという機運は起こっております。また数年後に再建されることを願うんですが、ノートルダム大聖堂、これがその首里城の燃える 半年ほど前ですね、2019年の4月に、先頭部分が燃えてなくなって、まあこれ、まあ、世界中の人が、嘆き悲しんでいる。でその時に、ああもうこれで、オリジナルがなくなってしまって価値がなくなるっていうような声もありました。で、そうだな、まあ確かにオリジナルっていうのがこの燃えてしまうっていうことは非常にショッキングなんですが、その後やはりここもフランスで再建の話が出てまいりまして、で私も不勉強で後で知ったんですが、この燃えてしまった部分っていうのは19世紀に再建されたいわゆるオリジナルとは言い切れない部分であったと。でこれを今のマクロン大統領がどこに戻そうかっていうことでいろいろと揺れ動いていたっていうニュースも知ったんですが、その19世紀のその燃える直前の姿に戻すのか、さらにその前のオリジナルに戻すのかっていう議論が沸き起こってます。まあじゃあオリジナルって何なのかなって、この事例も一つ考えさせられる象徴かなと思うんですが、今の我々は前の姿がオリジナルだけど本当の神聖性って言いますか、オリジナリティっていうのは何なのかと考えさせられた事例であります。で、まあ過去に私は正倉院宝物を守る、唯一無二のオリジナルを守るっていうのが、使命でありますんで、そういう何でしょう、オリジナル至上主義者でありますね。でだけどもこういうふうにその世界中のそのいわゆる文化財っていうのものの、状況を見てると本当にじゃあオリジナルって何なのかっていうことで、気持ちが非常に揺れ動いておるっていうのが正直なところであります。これはバーミヤンの大仏ですね。これは在りし日の姿でして、まあ、皆さん記憶にあるかと思うんですが、タリバン、イスラムの原理主義によって、爆破されて亡くなっちゃいました。で、これも今ドイツであるとか、まあ、日本も
そうなんですが、元へ戻そうかどうしようかっていうところで意見がいろいろ割れております。これ原理主義者、イスラム原理主義者が壊すんですが、オリジナル原理主義者、まあ私もその一人かもしれないんですが、オリジナルじゃなくなってそれを再建することには、意味がないっていう考えも当然あります。まあ原理主義者が壊して原理主義者が今度立てさせないっていう、まあそういうことにもなっているんですが、まあこんないろんな世界の事例をこう挙げてますときりないんですが、オリジナルっていうのはじゃあ何なのか、テセウスの船って言って、まあそれ調べてもらったらいいんですけども、オリジナルの部分が最後はもうほとんどなくなる、ゼロになっても、オリジナルっていう考えもあります。先ほどから首里城にしてもノートルダムにしてもそうなんですが、我が国でいきますと金閣寺、あるいは京都御所、それと、最近熊本城が地震で、壊れましたけども、その熊本城もまあ一部オリジナルはあるんですが、かなり、後世の手が入っている部分が大方です。京都御所金閣寺なんていうのはもう燃えてなくなっているのをある時代に再建した。だけどそれに、やはり一般の人は意味がある、価値があるっていうふうに、考えます。それはその今紹介したのはその建物ですから、その場所に意味があるんですね。そのあった場所、建築物の場合はそのあった場所ですね。その上屋がそのオリジナルであるか、あるに越したことはないんですが、そうじゃなくてもそこに新たに立つっていうことで、価値が生まれる。ですから人々の関心は非常に高いわけですね。ただ、我が国の場合、そのオリジナルじゃなくても、非常に、価値、意味をこう見出すせるものがあります。これごめんなさい、よいしょ。まあすっかり飛ばしていたんですが、大仏ですね、東大寺の大仏様、朝鮮宝物が献納された大仏様ですが、東大寺自体が何度も戦乱によって、燃えてなくなっております。で、大仏、現在も大仏さん、東大寺の大仏殿に座ってはるんですが、オリジナルっていうのはもう蓮弁の部分ですね、など一部しかその天平時代の部分がないんですね。だけどその場所に再び、作られて、先ほどのテセウスの船じゃないんですが、蓮弁の一部だけがオリジナルでもそこに再建されると、意味、まあっていうのがまた価値っていうのが生まれてまいります。まあ、価値って言いますか、そもそもが信仰の対象っていうのは人の思いですから、対象物がこう時間の経過とともに変わっても、それに対する思いっていうのは変わらないんで、それで成立するのかなと思うんですが、日本人っていうのはまあそういう部分を非常に多く持っているのかなと。で、じゃあそういう建造物あるいは信仰の対象じゃなくないとそういうことを思わないのかっていうと、そうではなくって、伊勢神宮もそうですね。日本人はその20年に一度遷宮をして、で、まあ、神様のいる場所が変わるんですが、それに伴って御神宝というのを新しく前のものと同じものを作って、納める、まあ、その再生再現していくっていうことに非常に価値を持ってるのかな
というふうに特に感じますね。で、例えばこう風神雷神図屏風っていうのが、俵屋宗達のオリジナルっていうのがあるんですが、その後尾形光琳ですとか酒井抱一っていう、まあ絵描きがいろいろこう模写をするんですね。模写って言っても何でしょうね、非常に厳密な模写ではなくて、そこにはある程度こう制作者のオリジナリティがこう反映された作品を制作するんですね。それでもやっぱりそれぞれ違う人が模写したものでも価値っていうのはまた生まれております。まあ、これがその日本の一つの特徴かなと思うんですが、新しいものを否定しない、そこにも価値を見出せる、まあ何でもかんでも価値があるかっていうとそうではなくて、その作品自体の魅力っていうのが、その価値をもたらすっていうことはまあもちろんあるんですが、新しく写したものにも同じような価値が生まれているっていうのが我が国の一つの特徴かなと。ただ我が国我が国って言ってますが、王羲之の真筆、それをこう草稿、天木って言いまして、書文字をこう輪郭をこう写し取って、で中に墨をまたこう刺すっていう、まあいわゆるコピーですね、複製の手法、草稿天木っていう技法で、再現された草鸞帖っていうのがあるんですが、これはまあ、唐時代のものなんですが、そのコピー自体にもやはり非常に価値を見出せる、まあ、これは中国でも当然そうなんですね。新しく作ったものには価値がないのかっていうと、そうではないんじゃないかという思いも非常に持ってるわけです。で、まあこの辺りが今自分自身でも揺れ動いているっていうところになるんですが、まあ皆さんどういかがお考えになるのか。今回その朝鮮の再現模造っていうことで、展示をしておりますが、新しいからといって価値はないっていうことではなくて、古いものと見劣りしないようなそういうものがここで再現できているというふうに考えているんですが、いかがお考えになるでしょうか。で最後にですね、その再現模造現在行っておりますが、それをこう何でしょう、成立させるには、3つの重要な要素がございまして、今ちょっとかっこよく「もの、わざ、思い」っていうその3要素っていうものが揃わないと、ただの形を写し取ったもの、いわゆる偽物コピーっていうふうに、なってしまうというふうに考えております。で、物材料を同じようなものを、準備して、作っておるっていうことを申し上げましたが、実はその物を枯渇していっている天然材料ですね、それの調達っていうのは非常に今後も危ぶまれることでして、例えば五弦の琵琶で紹介しました鯛米ですね、まあ絶滅危惧種として、今はそのワシントン条約でそういうものをこう取って、で背中の甲羅のところだけを使うために、輸入とか、まあ、輸出もできないようになっている。そうすると材料自体がこう入手できなくなるっていうような状況もあります。でシタンっていう東南アジアの木っ
ていうのもやはり、うん、天然資源を大切にっていう方向で各国が輸出をこう制限しております。ですからそういうものっていうのはもうこの先、調達使って作れなくなるっていうのが見込まれます。でただそういう非常に貴重な材料だけではなくって、我が国に産出するような杉とかヒノキ、まあ針葉樹で、まあ、そこら辺に今杉花粉でみんな苦しんでるんですが、いくらでもありそうに思うんですが、正倉院の再現模造の場合、木目の目の数っていいますか、そこまでこだわっておりまして、非常に目の積んだ目の細かい、1年で少ししか成長しないような、杉ヒノキを使っております。で、そうしますとそれを現在、日本国内で入手が非常に難しいんです。ですから白木、まあ、シンプルな杉ヒノキの刺し物っていうのを作るのもこの先は、ちょっと不可能になってくると思います。まあ同じ材料を使って作っておると言いながらも将来的には非常に、心もとない状況になっている。まあそれがないとできない。その次に技っていうところですが、まあ当然人間の技術ですね。ただその形だけ、あるいはその表面の状態だけを似せて作るっていうんであれば、最近ですとデジタルの技術が非常に進歩しておりますので、デジタルでスキャンしたりとかでそれを、アウトプットするっていうやり方で、いわゆるレプリカっていうのは簡単に作れると思うんですが、そうではない。それをするんであれば別に再現模造と歌わなくてもいいわけですね。で、例えば、まあ、私も、日本画をやってた模写もしたことあるんですが、その線描かれた線の状態をこう写し取るっていう作業は単純にこう上からなぞるっていうのではなくって、その線の勢いですとかこうヒッチですね、それを何回も何回もこう繰り返し練習をして、で、いよいよ本番にかかるっていう時にはもうその写すべき対象をがその制作する人の身についている。で、もう見なくてもこう描けるぐらいになっている、まあ、見なくて描くことはないんですがぐらいにまでもう習得している、それが非常に重要でして、まあ、そこが技ですね。その場合、例えば線彫りの線の数、まあそれは当然合わせてほしいんですが、あるいは長さ、線の長さとか、まあ、金属の場合高値で売った線の状態、それを同じようにこうやるんであればもうデジタルでやればいい話なんですね。ではなくって再現模造っていうのはそこにこだわるんではなくって、その奈良時代のその気分っていう言い方をするんですが雰囲気ですね、それを習得してそこへ新たにもう一度、本物を作るっていう意気込みでやっていただくと、そこが非常に重要なんですが、その技ですね、そういう技術っていうところをこの再現模造では再現していただく、まあ、そこがまあなかなか口に言うのは簡単なんですが、やってくれって頼まれると大変だと思うんですが、まあ、それが揃わないと、できない。まあ何でしょう、最後になるんですが、その思いですね。まあ思いっていうと、まあ、非常に情緒的な言い方で、何とでも言えるんですが、その、まあ、古代、先ほどのその技のところとも関連するんですが、古代の制作者が
どういう思いでこういう線を引いたとか、こういう形を作ったっていうところをですね、現在再現に関わる人が、まあ、ある意味そのものを通じて、古代の人とこう会話をすること、まあ、古代の人の思いを、現在の作家が、それをこう共鳴して、新たに作る、そういう思いですね、まあ、いろんな思いはあると思うんですが、それがなくしてはやっぱり、再現モードっていうものは成立しないのかなと。技術みたいなところは工芸、伝統工芸っていうのはだいたい一子相伝とか、まあ、一番弟子に口伝で伝えるっていうのが、まあ、もっぱらなんですが、それをすることによって、例えばいきなりお師匠さんが亡くなって技術が伝わる前に途切れる、まあ、これは工芸の世界、まあ、世界見渡しても同じようなことがあって、伝統工芸がある日突然途切れるっていうことがあります。で、その思いですが、現在の作家さんに再現するにあたっては技術公開をある程度お願いするんですね。で、それはなぜかっていうと、今申し上げたように、技術をこの先も伝えていってこその模造の事業なんで、これで、ね、作って終わりました、できました、やりました、万歳ではなくって、後継者をこう育成、あるいはその作家の方も天平の技術を習得することによって、同じ模造品をいくつか作るんではなくって、その作品の中にその天平の、まあ、ある意味思いをこう再現できてこそのこの模造事業の何でしょうが成就するのかなっていうふうに考えております。まあ、技術の公開っていうのは非常に抵抗感を持つ方もいるんですが、やはり何でしょう、そこをまあ我々は説得してお願いしていくしかないんですが、まあよくいろんな仕事の現場で、私らみたいに年いくと、もうこれわしがいんかったらもうわからんやろっていうので、若い人にこう偉そうに言うことあるんですが、それはね、その人の敗北宣言です。わしがいんかってもできるように知っておかないといけないんですね。っていう意味で、作家さんにもその人が、まあ、いなくなってもそれができるようにつな、げていくっていうことが非常に重要なのかなと、まあ、その意義を、感じていただく、いただけるようになってこそのこういう模造の事業かなと思っております。まあ、いろいろと、人のそのものを枯渇する材料、人の技術、あるいは、そういう思いっていうものがなかなか揃うっていうのが難しい状況になってまいりましたが、まあ、こういうことを続けていくっていうのは非常に大事かなと考えております。まあ、再現模造の魅力ということで、お話をさせていただきましたが、まあ、いろいろ私自身も迷いがあるということを申し上げましたが、皆さんはどうお考えになるのかご覧いただいて、感じていただければと思います。では以上にて終わりたいと思います。ありがとうございました。